皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌絵です、えー。今回は、東京地検、ついにやってきた、ということをお送りしたいと思います。その前に、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定、ベルマーク、チーンって押してくださいね。はい。えー、これ何かというと、長い話がございまして、えー、皆さんご存知のように、私はその、 えー、ハイノリ選手権代表選手のゴシゴクさんという方がいらっしゃってですね。えー、その方ともうかれこれ、えー、10年近く、えー、戦っているんですけれども、まあもうことの発端は、そのゴシゴクさんがですね、えー、まあもともとは私の大学の同級生で、えー、友達のふりをして近寄ってきてですね。で、まあ弊社の、あのー、 技術、技術ですね。技術のソースコードやいろんな技術を教えてほしいということでやってきて、えー、その対価として、まああの、1000万円を預けるっていうことで、まあ、一緒にビジネスしましょうっていう話だったんですが、なんと彼はそのソースコードとか技術とか、まあ、営業先の情報なんかを全部持って逃げて、その後あの保証金は貸した金だから返してくれっていうことで、えー、私を訴訟してきたとで。その後何があったかというと、あのー、まあ、 ある人からですね、彼は中国のスパイであるということを、えー、言われてですね、えー、それで、えー、あれはあの日本人で私の大学の同級生だからその中国と,とか関係ないよっていう話をしたんですが、あの言われた通りにいろいろ調べてみると、なんとその山口県防府市生まれの日本人なんですっていうことを、えー、聞いていたのに、実際はその中国生まれの中国人で、その に中国で亡くなられていた、えー、日本の残,残留法人ですね。残留法人の子孫になりすました、まあ、純中国人だったということが分かってですね、えー。日本ではその人は、その日本の名前、F さん。日本の名前と、その自分は天皇直人間の末裔なんだっていうことを名乗って、その皇族にアプローチをしようとしているっていう一方で、 中国では自分はその中国の家去。家去っていうのはその中国のあの官僚システムですね。両親とも両家ともに家去の末裔で優位正しき中国共産党員なんだということで、中国では中国共産党員の解放軍のエリートとして、えー、仕事をしているという、そういうあの、二つの顔を持つ男なんですよね。で、その人がですね、実は中国人なのに、 日本人のふりをしている。灰塗りなんだという話をするとした,したらですね、まあ、それをどうももみ消したかったみたいで、えー、どうも足立康とですね、えー、なんかツイッター上のやりとりを見てると、足立康になんか相談をしていたみたいで、で、まあ、刑事告訴をされ、そのまま、まあ、警察はですね、えー、その刑事告訴を受理して、えっ、ーえー、と、以前に1年ぐらい前かな、1年ほど前にですね、 警察に、私は取り,ら取り調べを受け,受けました。で、まあ、今回もですね、また今度は東京地検から連絡が来てですね、7月27日の1時から取り調べを受けるということなんですが、まあ、今回も前回と同じで、自分はその何の罪を犯したのかということははっきり知らされていない。そして、何の署名も出さないわけですよ。 なぜ書面を出さないかというとですねえ、任意の事情聴取だから自分たちは何の書面も出さなくていいという、その決まりになっているから出さなくていいんだと。で、何の事情聴取なのかということをですね、何にも教えてもらえない。私は何の捜査を受けているのか何にも知らされないまま、えー、7月27日の1時に、えー、霞が関1-1-1東京地方検察庁に、えー、閉じ込められることになります。で いつ出てこれるのかっていうのが分かっていなくて、えー、そのまま、あの、向こうが私、深田萌え気に入らんと思ったらですね、えー、向こうはそのまま私を最大で3週間ぐらい、えー、とどめておくことができるんですね。身柄取られると。そうすると、あの、しばらく皆さんとはちょっとあの、YouTube でお話ができなくなるかもしれないという、そういう状況に、えー、なりそうです。で、 この事件、非常に奇妙なことにですね、いろんな政治家が絡んでいるわけなんですよで。そのいろんな政治家っていうのはかなり中国に浸透されている政治家が絡んでいて、で、まあその足立康はですね、灰ノリ事件をとにかくもみ消したいので、厚生労働省の役人にお願いをしてですね、えー、まあ国会答弁で、えー、DNA 検査はしなくてもいいんだ。死、え、後、ー、婚院で中国 地獄婚姻でね、えー、中国人が日本人と結婚していたっていうふうに、自分で言えばそれで、えー、結婚したことが認められるんだ。そして子供がいても DNA 検定はしなくていいんだということで、それを国会で認めさせているわけですよ。で、彼らがなぜそれをやるかというとですね、まあ、維新っていうのは、あの、バックが笹川財団なんですけれども、その、 残留法人、残留孤児の帰国事業で、えー、資金を提供して、えー、大々的にその何人もの残留孤児、かなり偽物が混ざっているんですけれども、それを、あの、支援して、えー、資金を出していたのが、まあ、笹川さんなんですよね。まあ、なので、まあ、足立とか橋本徹はですね、必死になって、えー、灰乗りなんかはないんだっていうことを、ま、言ってまわって、 いるんで,すよでその維新をかばっているのがまあ現政権でえなぜかばっているのかっていうとやっぱり松井一郎の父親っていうのは維新のトップの松井一郎の父親っていうのは、まあ、笹川さんと仲がよくてですねその笹川さんにバックアップしてもらっているのが維新ということでまあその松井と仲がいい笹川さんと仲がいいっていうところで、えー、こ結構この事件を、まあ、あの保守派 の一部の保守派、一部の右翼、中国とつながる右翼がですね、えとにかくもみ消そうと必死になっているという、まあ、非常に不思議な、不思議な不思議な事件なんですよね。なので、あのあ、皆さん甘く見ない方がいいんですよ。やっぱりね、あの、私たち一般国民って下級国民なんですよね。 で上級国民はですねやっぱりその,あの中国解放軍の特権階級の人々が、まあ、日本人のふりをして生活するっていうことが、まあ、あの日本のそのね政治家や官僚がその利権を守っているんですよね。なのであのこの関係って簡単には崩れないしその。 彼らは警察を動かす力もあれば、検察を動かす力もある、そういう上級国民なんですよ。で、非常に不思議なことにですね、私たち、あの、この YouTube を見ている仲間たちも、あの人は灰塗りで、本当は日本人じゃないんだっていうことを、もう100通以上、あの、えー、ね、告発状、告訴状、あれは虚偽告訴をしてるんだっていうことで、彼があっちが犯罪者なんだぞ、 とその100通200通分の告訴状は全部隠蔽されて何一つ返事を出してないんです。わかりますかこの違い、えー。政治家と癒着してる中国人は警察検察簡単に動かせるんですけど私たち国民というのはですね100通200通送っても 警察、検察は完全に無視しているんですよ。これが今の日本の実態で、私たちが自分の国なのに、自分たちで、なぜかその、あの自分たちの政治、警察、検察が自分たちに味方をしてくれず、中国ばかりを支えているという、まあ現実をこれから皆さんは見ることになると思います。 そして、ここからちょっとお知らせに入ります。えー、7月27日、えー、私は1時からですね、えー、東京地方検察庁に閉じ込められることになるので、えー、これ、まあ、捜査令状も何にもないんですよ。な、な、なぜ私は、えー、捜査されているのか、何の事情聴取なのか、何にも教えてもらえないわけですが、 彼は、彼らは何のその証拠も残さずに私のことを閉じ込めて黙らせたいと思ってるんですよ。私たちの言論を弾圧するためにその、まあ一番そのインフルエンサーである深田萌えをね、閉じ込めて黙らせれば、まあ、みんな黙るでしょうというふうに高をくくっているのが、まあ中国人と地方検察庁になるわけなんですよね。なのでそれを私たちは、まあ国民のね、 え、民主主義的な力で変えていきたい。えー、一時から私は東京地方検察庁に、まあ、あのー、事情聴取で、えー、取りじ込められるわけですが、いつ戻ってこれるかはわかりません。そこで皆さんにその30分前、12時半に集まってもらってですね、えー、ちょっと私の話を聞いてもらいたいと思います。で、そして、えー、よかったら、あの、私が、えー、ちゃんと帰ってこれるように、 えー、そ,その現場にちょっと人を、仲間を呼んでいるので、えー、時々その深田萌様を返せとかね、えー、不当操作反対とかね、そういう掛け、えー、声をかけていってほしいと思いますあ。そしてもちろん灰のりを操作しろとかね、操作する相手が違うだろうとかね、そうやってあの怒ってあげてもいいと思います、えー。とにかくみんなが来てくれないと私は帰らぬ人となるかもしれないので、よかったら えー、みんなで迎えに来てください。えー、本当にいつ出てこれるかわかりません。だからといって着替えをね、持っていくわけにもいかないので、一体どうなっちゃうんだろうって感じです。でそしてもう一つお知らせです、えー。深田萌え帰国記念公演、静かなる侵略とみ日本の未来、あ、略がなんかちょっと抜けちゃってるんですけど、これが7月18日の、えー、っと公演なんですが、 あのコロナの関係で席数が減って1日に2回やることになりました。で、夜公演の席を少し、あの、残し、残、残してあるの、残してあるので、よかったら、えー、説明欄の方から、説明欄かコメント欄にリンクを貼っておくので、そこから、えー、7月18日5時、会場5時半から開演なので、よかったらそちらもお申し込みください。最近ちょっとあの、 講演会をやってもですね、すぐに席がなくなるなくなってしまいますっていうことで結構あの怒られているんですけれども、なかなかね、あの、大きな会場っていうのが、まあ、まあ、なかなか取れないんですよね。なので、まあ、あの、100席弱の会場でちょっと数をこなすことになるんですけれども、よかったら皆さんお越しください。ということで、本日もありがとうございました。じゃあねー。